題問21番です、弦の問題です。見てわかるように弦の問題です、P1Q1P2Q2 両端が固定端の2種類の弦です。線密度は、異なっていると書いています。 A の問題です。P1Q1 が L、 こちらが L です。 P2Q2 が2分の 3L、 1.5 倍の長さです。として2つの弦を弾くと、どちらの弦にも基本振動イモ1つの定常波ができます。が生じ、振動数は一致していた。振動数が一致ということは音程が一緒ですよということですね。長いのに短い弦と同じ、こっち普通同じ、線密度だったら弦位置は高い音が鳴りますね。張り方が一緒であるとすると、これは同じ質量ですから、こちら高い音、こちら低い音になりますが、同じ音程でしたということは、弦2の方が細いな、弦1は太いなっていうイメージが膨らむでしょうか。弦1の定常波の波長をまず求めましょう。定常波の波長というのは、イモが2つ分ですから、こうですね、この長さがラムダになります。つまり 2L が正解です。問い2、弦2の線密度は弦1の線密度の何倍でしょうか。弦2の方も書いてみましょう。弦2はここからここまでですね、これが2分の 3L あります。ここに基本振動ができています。つまり、こちらのラムダダッシュは、これの2倍ですから 3L になります。この弦とこの弦とこの弦が同じ音程を鳴らす F イコールラムダ分の V です。まずこちらの短い弦をいきますと、ラムダは 2L 分のですね、速さが、ロー分のロー1にしましょうか。張力 T になっています。それからこちらの弦の長い方でいきますと、 3L 分のこれロー2にしましょうか。弦の太さが違いますから、ロー1ロー2としておきます。張力は同じと書いています。はい、この式から L が消えて、両辺2乗しますと、4分の T ロー1イコール9分のT ロー2ね、 T が消えますので、は弦2の線密度は弦1の線密度ロー2分のロー1を求めたらいい、9分の4となります。では問題 B に行きます。 P1Q1 が L、 長さ変わりました。 P2Q2 は 2L にすると、同時に弾くとどちらにも基本振動イモ一つが生じ、うなりが聞こえた。少し、弦1と弦2の音程が少し異なったわけですね。問3、弦1の基本振動数 F とすると、単位時間あたりのうなりの回数はいくらか。弦1は長さ L で基本振動が起こっています。弦2は長さ 2L で基本振動が起こっています。こちらの振動数音程が F です。こちらの振動数は少し違います。先ほどの問題から、こちらの弦の線密度をローとすると、2番目の弦は9分の4ロー、少し細くなっています。こちらの振動数を表すと、振動数音程はラムダ分の V です。ラムダ分の1は 2L 分の1になります。イモ2つですから、ラムダは 2L です。 V はロー分の T です。 T はどちらも共通です。引っ張る張力は共通です。こちらの振動数は、ラムダ分の V ですが、ラムダは 4L になります。イモ2つ分の長さは 4L です。 V はこちらの V は張力は共通ですが、ローが9分の4ローですから、4ローにここに9が入りますという関係です。これとこれの差がうなりになります。
はい、引き算をしてみましょう。 F と F' の差は 2L 分の1の T 割るロマイナス 4L 分の1の2分の3が出ますね、ルートからね。 T 割るロということは8分の3です。8分の4から8分の3を引いて8分の5になります。これがうなりの振動数です。ヘルツです。というのは、秒分の1です。はい、ここ L 入りましたね。はい、これは F を使って表すと F の4分の1になります。はい、では C の問題です。弦1に基本振動が生じているとき、室内を暗くして1秒間に40回の割合で瞬間的な光、これをストロボ装置と言います。で、照らすと弦1は静止して見えました。と4、弦1の振動数 F' はどう表されるか、 M は正の整数を表す、どれでしょうか、という問題です。弦1はこのように振動しています。一番真ん中が山になっているとき、少し小山になっているとき、平坦な弦のとき、ややくぼんでいるとき、一番くぼんでいる谷になっているとき、ややくぼんでいる平坦、やや山になっている大山、中山、平坦、中谷、大谷、中谷、平坦、中山、大谷。1、2、3、4、5、6、7、8、2、3、4、5、6、7、8という振動をしています。1秒間に40回の光っていうことは、40分の1秒ごとにパッと光るわけです。次また40分の1秒経ったらパッと光るわけです。そうすると1秒間に40回光ります。40分の1秒間にパッと光った瞬間に、例えば一番最初、大山であれば、中山、平坦、中谷、大谷、中谷、平坦、中山。この間暗くて、戻ってきて大山になった瞬間にパッと光ればいいわけです。つまり40分の1秒ごとにここに来ればいいわけです。光った、暗い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 、光った、暗い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 、光ったなれば、ずっと大山の状態が見えてるわけです。つまり周期が40分の1秒であれば大山になります。他に、よーい、光った、暗い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 、光ったでもいいわけです。ちょうど 2T2 回2往復して山に来た時に光ってもいいわけです。同じように 3T になって光ってもいいわけです。3往復に1回光っても山の状態がずっと静止して見えるわけです。ということは、これは T は F 分の1です。これは F 分の2です。これは F 分の3です。これから答えが決まりますね。F' になりますね。F'。この F' は40です。この F' は80です。この F' は120です。これから想像して、答えを選んでください。最後、問5です。ストロボの発光回数を毎秒40回から連続に増やしていく、連続的に増やしていくと、弦1は動いているように見えた。さらに発光回数を増やして毎秒60回、つまり60分の1秒おきにピカッと光るわけです。60分の1秒おきに光ると、また再び弦1は静止して見えました。この条件から F' を確定しなさいという問題です。先ほどはこういう場合に光るという弦が止まることが分かりましたが、次は、用意ドン、光る、暗い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 、光るで、止まっているように見えるためには、T は60分の1秒に1回ここに来ればいいわけですね。それから、2T が60分の1秒でもいいわけですね。 3T が60分の1秒でもいいわけですね。こういう F' というのは、F' というのは T 分の1ですから、これ60�秒、これは120秒、これは180秒となります。両方満足する値というのは120Hz ということになります。